ボンネットを開け作業します。助手席側から作業します。ヘッドライト裏側の純正コネクタを外します。コネクタを固定しているパーツを爪を起こしながらしっかりと奥へ押し込みます。コネクタが浮き上がってきたら外してください。工具を使い表側のカバーを外します。白い部分を下側にスライドしてロックを解除します。丸部分の爪を起こしながら配線を裏側に押し込みます。裏側から黄色の純正配線を引き抜きます。 A のパーツの黄色配線のコネクタを取り付けます。黄色配線コネクタに外した純正配線を差し込みます。A のパーツの橙色配線のコネクタを取り付けます。橙色配線コネクタの赤色配線を純正配線を外した部分に差し込みます。ロックを戻します。黒いカバーを戻します。 A のパーツの黄色配線コネクタと橙色配線コネクタを接続します。純正コネクタをヘッドライトに接続します。運転席側も同じように作業します。純正コネクタのロックを外し引き抜きます。黒いカバーを外します。白い部分をスライドさせロックを解除します。丸部分の爪を起こしながら配線を裏側に引き抜きます。A のパーツの青色配線のコネクタを取り付けます。青色配線コネクタに外した純正配線を差し込みます。 A のパーツの緑色配線コネクタを取り付けます。緑色配線コネクタの赤色配線を純正配線を外した部分に差し込みます。ロックを戻し黒いカバーを取り付けます。A のパーツの緑色配線コネクタと青色配線コネクタを接続します。純正コネクタをヘッドライトに接続します。 A のパーツの黒色配線を取り付けます。1のアース部に A の黒色配線を接続します。グローブボックス下側のカバーを外します。フットランプ装着者はコネクタを外します。 B のパーツを取り付けます。矢印の位置にあるヒューズボックスの蓋を開けます。1の10アンペアのヒューズと B を交換します。C のパーツを取り付けます。グローブボックスを開け固定している部分を外してください。C のパーツを配線通しに固定します。 C の配線をエンジンルーム側から車内に引き込みます。C のパーツの配線通しを外し B のパーツと接続します。 A のパーツの赤色配線と C のパーツを接続します。
A のパーツのユニットを付属の両面テープで車体に固定します。動作確認後、外したパーツを戻し、配線をきれいに取り回して完成です。ポジションオンで常時点灯します。ウィンカー点滅時に反対側は消灯した状態になります。点滅終了後はしばらく間を置いて自動で両方点灯します。ポジションオンで常時点灯します。ウィンカー点滅時に反対側は点灯した状態になります。点滅終了後はしばらく間を置いて点滅していた側が点灯します。